まだすいません、ひとりぼっちずです。ということで、ということでじゃない、早速なんですが、ちょっとこちら見てもらっていいですか。怪我、痛い。これね、まあ何回か話してると思うんですけど、僕ラブホテル のベッドメイキングのバイトしてまして、でなんかね、その日はとても忙しい日で、確かに給料日後の土日やったんですよ。でね、人間ってもうある程度年いったら、なんかアホの一つ覚えみたいに、もう休日お金入った、ラブホテル行こうよって、なんと芸のない休日を過ごしている愚かな猿どもめって、それがもう入ってきてたんですよ。もうバーって入ってきて、で部屋作ってもすぐ埋まって、部屋作ってもすぐ埋まって、だから出て行って、なんとね、芸のない休日なんだと。大人になってからしかできないことですけど、なんか大人やのにそんなことしかできないのかこいつらはっていう気分になってくるんですよ。ほんまにお金入ったらすぐラブホテル行こう。こっちは一人でね、いつもより長めにうどん食おうとか思ってるのに、なんて芸のないやつなんだと思って、もうイライラしながら仕事してたんですよ。ほいでそのゴミとか集めるときにね、やっぱもうそういうやつらやからね、なんかもうゴミ箱にちゃんと捨てないんですよ、ゴミを。なんかベッドの上にもうゴムパッて置いてたりとか、その洗面所のところに灰皿置いてそこでタバコ捨てたりとか、ほら見ろ、やっぱこういうやつらはもう部屋の使い方が汚い。部屋の使い方が汚いってことは心が汚い。心が汚いってことはもう全然ブスだと。ブスの猿どもめ、クソッと思いながら掃除してる時に、お風呂場にね、もうカミソリがもうベッ、ゴミ箱掘ってくれたらいいのに、ベッってもう置きっぱなしにされてて、畜生が、こっちもずっとイライラしてますから、クソッって言って、フッってこう、もうすぐ回収してやると思って、ファッって言ったらですね、まあもう歯の部分でですね、こうスパッってもうパックリ持っていかれたんですよ、皮で。なんかこういうタイプの皮持っていかれる怪我って、なんか一番割に合ってない怪我なんですよね。この見た目の割にちょっと痛すぎるんですよ、これ。わかります？なんかこう、なんて言ったらいいかな、この我慢できひん痛さというか、なんかこのずっと詰められるのはなんかうって我慢できるけど、なんかこういうのになんか当たった時に痛ってこうなる感じやのに、この傷口がちっちゃいから周りの人からは、そんな大げさな、あんなちっちゃい傷で情けないとか言われて腹も立つし、でなんかシャワーとか手洗ったりとかする何気ないこともちょっと気をつけながら、ちょっと親指こうしながら手洗ったりとか、シャワーする時もなんかこうやってシャワーやったりとかして、でなんかこう楽しいことあっても、なんとなくじゃない、楽しいことがあったりしても、こうなんとか手叩いた拍子にペッて当たって痛っ。なんかずっとちょっと楽しくないでしょ、こういう怪我って生きてて。だからこういう怪我はね、もう早く治したい。どうすれば早く治るか、そういうことで私考えましたとか、こうピンときまして、この傷口にですね、僕をかけたらすぐ治るんじゃないかということを今日やっていきたいと思います。つまりですね、この皮をサバッと持っていかれたってことは、これは僕の一部が持っていかれたってわけなんですよ。で今体がね、また僕を作ろうと、こう新しい僕をこう運ぶ係みたいなやつが来て、ここにこういろいろ僕を重ねていって傷が塞がると思うんですけど、いやそんなことしなくて もうこの上から直接僕の一部をかけたらいいじゃないかということで、このチャンネルでも何回も出てきてます、僕の僕をですね、ここにピッてかけたら傷がすぐ治るんじゃないかと、そういったことでございます。わからない人のために言いますけど、僕の僕というのはございます。ということで早速ですね、僕の一部を、回収しに行きましょうということで、早速回収していきます。
うん、来週成功ということで、ごめんなさい、透明のカップでやろうと思いましたが、あの透明のカップがもう在庫切れでございまして、こちらの紙のコップに回収してきました。まあ、どっちにしろあのモザイクかけるんでね、見えないと思いますけど、この怖っ、なんて言ったらいいんかな、すごい、まあ匂いはすごいんですが、まあこれ僕ですから、液状の僕をですね、この傷口に早速かけていって怪我を早く治してしまおう、もうこんな辛い思いしたくないってことでね、早速もうかけていきます。Let's lab this。 それではいきます。傷見えるかな、あ、グーにしとこ、グーにしよう。それではいきます。 Let's lab see。 あっ、うまっ、地面に落ちたし。